はい、どうもこみです。さて本日はこちらジェムストーンさんにお邪魔しております。ジャワンさんという方がね、昔から僕あのフレンドでいらっしゃって、でその方にね、ちょっとこの戦術見てほしいということで呼んでもらえて、今日はお邪魔してるんですけども、どんな戦術か、まあ、早速言うとですね、コウモリなんですね。コウモリで、コウモリって最近そんなにガチで使われてる場面って少ないんじゃないかと思うんですよ。僕、まあ、言うほどそんな昔ほど見なくなった気がするんですけど、でもね、これをね、やっぱりあの今使うととても強いことが起こるよということでね、まあ、今日はそれを見てもらおうというふうに思います。で、合計3本見てほしいと思うんですが、まずはちょっと1個ね、前の戦闘からですね、こちら対戦カードですね。ドミニクって呼んでますね、戦術名。ドミニク、なんかすごいね、多分ドミニクって方が開発したんだろうと思うんですけども、どういう風にやるかっていうと、まず突破口の付近をカットします。ここね、こういうとこカットしておきます。で、カットし終わったら次、タウンスニコブを入れます。ここね、ギュイーンってこう壁に穴を開けて、スニコブでいらないところをカットしながらタウンホールに向けて放っていくと。当然タウンスニコブする場合には、タウンホール周りの罠をカットするのと、タウンホールにまっすぐ向かうように周りのね、攻撃施設をこういうのをカットしておくというところが大事ですね。しっかりトルネードも引いているので、これを、ね、食らった状態で、スニコブが、罠を解除してくれましたね。で、その後に本体を出していってインビジブル当てる。これがちょっと難しいですね。このタウンスニコブのインビジブルって結構ミスる可能性高いんで、ここ注意がいるんですけども、きっちりこれが決まりさえすれば、タウン周りのまず罠を解除できます。で、そこから一気にゴーレム、アイゴレ、イエティ、ウッドランチャー、キング、グランドボーデン、ペッカ、クイーンとも持っているユニットを全部出していくんですね。で、ホグライダーもここから出していきます。もう一点突破。全部この枠の中に入れます。で、ロイヤルチャンピオンも出していって、こいつらがある程度前進して、キングがフィット使ってババが出てきたなぐらいの頃合い見計らってトンムチます。これができると、全部のユニット、バーバリアも含めてトンムかかるんで、ものすごい威力で一気にあのユニットが押し上げてくれるんですね。で、押し上がっていったら、今度はロイヤルチャンピオンがいる側、そのまあ中央から見ると右側のこの辺にいますよね。そこからコウモリは出ていきます。これはロイヤルチャンピオンがいるサイドから撃つっていうイメージですね。こうすることによってロイヤルチャンピオンがコウモリに守られて最後まで生き残るんですね。これが実は最後の最後、めっちゃ終盤の火力になります。こんな感じ、中央部分にロイちゃんが張ってくれて、でこれがね、こう、ウィットのタケットとかも取ってくれて壊してくれたりもするんですよね。なんでロイちゃんを生かすことを考えてこの戦術を扱っていくというところですね。まあ、アーチャークイーンを生かすっていうのも大事なんですけども、まあ、クイーンは前にいるイエティとかゴーレムとかその辺が手になってくれるんで、それで生き残るっていうところですね。で、決まるとこんな感じ、ヒーローが全部いるんですよ。キング、ロイちゃん、おでん、ガチャクイって全部残った状態で、なんならロイちゃんの能力まで残ってる状態ですね。これぐらいの破壊力があるんですね、このドミニクって。で、まあこれね、あのこういう対策陣系の村にも当然刺さるんですけど、もっとすごいのが、今流行りのボックスってやつですね。あれに対してめちゃくちゃよく刺さる戦術なんで、これぜひね、使い込んでみると、あの、現環境をね、支配している配置に対して、あの、刺すアタックが簡単にできるようになっちゃうかもしれないです。これ結構すごいと思います、僕ほんと。ということで、直近の対戦に行きましょうかね。ちょっとね、なんか風邪ひいちゃったのかなんか花粉症なのかで、喉の調子がめっちゃ悪いんですよね。まあ、いつも以上に聞き取りにくかったら申し訳ないんですけども、もう2本見ていきましょう。これですね、ボックス配置っていう、まあ、ざっくりこういう風に、あの、丸バスゲーム的な感じで全体を切った時に、この部分にタウンホールがある配置。どこでもいいんですけどね、にある配置ですね。今回ここにあります。で、これも同じなんですね、裏側からスニゴブを当てていって、カットしてタウンホールをスニゴブで壊していく。で、ここ、の部分に一気に主力を流し込んでいく。で、この主力流し込む場所ってどこがいいのっていう風に聞いたんですけども、イーグル砲を壊すイメージで流し込むのがいいらしいですね。で、かつウッドランチャーで、このマルチインフェルノとかって、ランチャーのあの木のゴロゴロで壊せるじゃないですか。なんで、それも意識しながらランチャーを使っていくっていうのがいいらしいですね。で、今回のケース、もうちゃんと縦一直線に、これ、イーグルじゃねえわ、イーグルのところに、マルチが並んでるんで、ここにウッドランチャーをこう差し込んでいって、タンクホール方面にね、ゴロ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 していきながら、後ろから一気にさっき言った順番にウッドを出していきます。今、ホグライダー来ましたね。ホグライダー出してからロイヤルチャンピオン。で、全部出し終えたら、レイジ、フィット、トームを打っていって、で、無敵状態のまんま一気に押していきます。このトームがね、
ウッドランチャーもかかってるんで、これいいですよね。ウッドランチャーにトームがかかると、その分、ランチャーが当然長生きしますんで、こんな感じでランチャーの攻撃でマルチを折ることができるというところですね。最近タウンホール裏のシングルって増えてるんですけども、そのドミニク使う上においては、コウモリ使うんでシングルあんま怖くないのもいいですね。ロイちゃんが投擲機を殴っているところでコウモリ発進ですね。こうやっていって、このウィット注意なんですけども、ロイちゃんたけってくれたんでフリーズを使わずに突破します。でロイちゃんが向かう先にどんどんコウモリが入っていって、ロイちゃんここから、まあ罠のダメージは食らっちゃうんですけども、防衛からほぼほぼダメージ食らわないんですね。こんな風にで、そのまんまフリーズ3発も残した状態でフィニッシュですね。ロイちゃんも当然生き残ってるし、キング、クイーン、グランドボーでも生き残ってます。この威力やばくないですか。圧倒的すぎてちょっとさすがに開いた口が下がらないんですけどっていうね、レベルのバックになります。ヒーローがやっぱ全部生き残るんですよね、このドミニクが決まると。っていうことはもう時間切れのリスクもほぼほぼないんで、序盤にあのスニーコブなんかをねこうね、やって多少時間食ったとしても、これどれくらいだろう、2分ちょっとの全開ですよね。めちゃくちゃ早いんですよ。ロイちゃんがやっぱり生き残るのが一番でかいですよね。全部ヒーローが生き残る中でも、まあ、特にロイちゃんの生き残りがでかいと思います。で、もう一本見ましょう。ラストですね。これどんな風にじゃあ攻めるかちょっと考えてみたいと思います。これね、まずイーグル砲が外周部分にあるんで、これを壊すために主力はここから入れていきます。で入れた時になおかつ美味しいのが、これマルチインフェルドとかがウッドランチャーの攻撃でこう壊せるんですよね。これすごく美味しい。なのでこういう風な、インフェルドとイーグル砲の位置関係になっている配置っていうのは結構この戦術向いてると思います。で、まずここの部分をカットしておいてから、でこの部分をカットしてタウンホールにスニゴブ入れ込んで、でタウンスニゴブが決まったら裏から一気にウッド全開っていう感じですね。でコウモリはロイヤルチャンピオンがいる側から出していくという格好になります。ではね、アタックを見ていこうというふうに思うんですけども、よいしょ。これちなみになんで先にこっちのカットをするかっていうと、これはジャワーさんが解説してくれましたが、なんだ、先にこっちのスニーコブ始めちゃうと援軍釣っちゃうんですよね。援軍釣っちゃうので、この援軍がタウンホールの逆側のこのカット、これ邪魔するんですよ。なんで先にカットを入れてからタウンホールにスニーコブを流し込むという順番でやっています。でもう一個これすごいなと思うのは、タウンホールを壊すときに援軍釣るじゃないですか。でその釣った援軍がホーム中に処理できちゃうんですよ。これめちゃくちゃでかいですよね。ちょっと見ててほしいんですけども、これちゃんとスニーコブタウン入れていって、で援軍がちょっとしか釣れてないか、まあ、ストライカーしか釣れてないな。これ、まあ、今までのリップちょっと見返してみてもらうと分かるんですけども、この援軍がこのほらユニットが全部出てきているこの超高火力ゾーンに突進してきてくれて、でそこでフォーム使って処理できちゃうんですよね。めっちゃくちゃだからね、なんだっけスーパーガーゴイルとか、あと、ラバーハウンドとか、ああいうねユニットが援軍で出てきてもほとんど怖くないっていうことなんですよね。これ、まあ、スニーコブ自体は今エスパーカーが出てきてちょっとこれトームが溶けちゃった状態になってますけども、まあ、それでも当然そもそもの実力としてこれ押し切れちゃうし、で、さっきみたいにスニーコブでトーム、スニーコブで援軍っちゃってトーム状態で処理ができればなおさら万歳ですよね。こんな感じ、中央部分でアーチャークイーンが殴ってくれるんで、まあ全く怖くないですね。で、ロイヤルチャンピオンがいる側からコウモリを出していって、で、ロイちゃんをコウモリで守りながら、さらにロイちゃんでも相手の防衛を殴っていって、で、どんどん壊していくっていう感じですね。これ、最近のタンホール14の防衛施設って、すいません、どんどん調子悪いな。すいません、ちょっとだいぶどんどん悪いですね、調子が。タンホール14の防衛って、やっぱ体力高いんですよ、HP がね。なんで、コウモリが殴ってもそう簡単に壊れてくんないんですけど、後ろからロイヤルチャンピオンがついていってることによって、ロイちゃんが防衛殴ってくれるから、コウモリプラスロイちゃんの攻撃で、サクサクこう、コウモリを進めることができるんですね。っていう、その、お互いをサポートし合う関係も、ロイちゃんとコウモリの間に生まれるというところもあって、おそらく、コウモリはロイちゃん側からだっていうね、鉄則になってるんじゃないかなというふうに思います。これだけ盛りだくさんでやってもまだ10分経ってないぐらいですからね。この動画ものすごい早い全開になるなという気がするんですけども、まあ、改めておさらいすると、まずは、突入させるゾーンを決めます。見るべきポイントはタウンがスニーゴブで壊せるかとか、これがまず一番大事ですね。でイーグル砲角に主力が入っていけるかですね。
今回入っていけるんで、それが見極められたらこの編成また作ります。今見てもらってるこの編成ですね、このままの編成。まあスーパーボールブレイカーとか、あとスニコブの数は、ね、多少こう調整する必要はあると思うんですけども、基本的にはこういう編成にしておいて、で、まあ、呪文構成を、まあんまりジャワーさん書いてないからこれでいいと思います。イーグル4の周りをまず削りますね。これ先に削る。削り終えたらタウン周りを削っていって、スニゴブを当てていくですね。で、スニゴブにインビジブル打ってタウン壊れたなと確認ができたら、裏側から一気に一刀全部流し込みます。ガーッとですね、盾役になってくる、ゴーレムとかアイゴレとか、あとキング、ウッドランチャーをどんどん出していきながら、最後に、イエティだったり、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオンを出していく。で、一番最後はホーンかな。ホグを出してからロイヤルチャンピオンかっていう順番ですね。ちょっとその順番のところは、今、僕、ちょっと言ったところ間違いあるかもしれないんで、もう一回見てほしいと思うんですけども、っていう順番で全部出し終えたら、レイジ打って、で、トーム打って、で、一気に、この部分ですね、この部分を、蹂躙していくという感じです。今回のジャワさんのこの8番攻めって、レイジをここに打っちゃってますけど、これ、ご本人曰く、レイジ打ち忘れちゃったらしいので、あくまで打つべき場所は、イーグル砲の周りのところにレイジを打って、で、そこを一気に突破していく。トーム中に、一気にここをガーッとね、突破していくっていうのが、まあ、基本的な、セオリーの攻め方らしいです。で、あとは、ロイヤルチャンピオンがいる側からコウモリを出していく。まあ、タイミングをね、ちょっと測るのは、これはなかなか原稿が難しいので、ロイヤルちゃんがやられる前に打たなきゃいけないけども、早すぎても今度コウモリが先行しちゃって失敗するしっていうところで、まあ、多少練習がいるとは思うんですが、これぜひね、使い込んでみてもらえると、今流行りの早打ちを配置を壊せるいい戦術かもしれないんでね、試してみてもらえたらというふうに思います。はい、というところでね、今日は動画終わりたいというふうに思います。ちょっとね、喉の調子が悪くて途中だいぶガラガラになっちゃいましたけども、すいません。まあ、早くね、喉直してまた多少聞きやすいね、声で動画配信したいと思いますが、もう今回の動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。